単品だけので余分に余ったんがあったじゃん、フィルムの単品だけのせいか、うん、はい、これがそれだけを固めた。ああ、なるほど。これが単品で余ったやつの固めただけね。ポリエチの袋に垂らして、ね、うん、固めただけのもの、うん、やっぱ感触いいね、カノン、うん、じゃあこれ単品のも、はい、余分に、補修するって言った人に送ってやろう、うん、これ、はい、うんうんうん、割って、うん、そうすれば、あ、そうすればこれ紙コップからこそぎ取った出しただけのやつだもんね、うん、やっぱ50パーにすると強い。あ、ほら、本当だ、すごい、すごい強い。パリッて言わないですね、なかなか、うん、パリッて言わない。ほら、こんだけ厚くても、あら、それだけで結構曲がるんだ、すごい、うん、ね、ほら、もうそんなにいったらもうパキッていっちゃいそうだ、ね、うん、いっちゃうこれだって、うん、完全にいっちゃう。あら、強い、見て、ああ、らパキッてまずいがないですね、いがないね、音がね、あら、強い、これいいね、これ、ああ、それいいですね、うん、これでようやく、うん、これ熱いもんね、このとこ、うん、あ、これはいいわね、これぐらいならいいですね、うん、これいいわ、貸して、うん、はい、うん、黒ゲルだったらこれだけだったらパリッといくもんね、もう全然、あら、これいいわ、うん、ね、50パーと黒ゲルだったら単品でもパキッていっちゃってる、そうだね、これ送ってやれば感触わかるよ、うん、50% で、こんぐらい、 50% でこれぐらいだったら、下手すると25パーより50パーで、うん、やるかもしんないね、思い切ってそれぐらいいった方がいいかもしれないですね、うん、うん、あ、これはいいわ、うん、50% だよね、うん、はい、 OK、 どう、いいですね、いいだろう、うん、あ、全然いかない、あ、いかない、うん、あ、いいわ、うん、いかない、いかない、やっぱり結構厚みのあるところは結構余裕で曲がっ、うん、もうもはや折れるっていうより曲がる、うん、うん、でも硬くてそんだけ、うん、曲がるから柔軟性があってね、うん、いいよいいよ、うん、はい、はい、オッケー、うん、うん、気に入っちゃうね、うん、20とはやっぱ断然違いますね、あ、違う、うん、20% とは繁殖が全然違いますね、うんうんうん、でも腰があんだけ強くてこんだけ柔軟性があって対衝撃に強そうな感じで、うん、だったらいいと思うね、うん、OK、 はい、じゃあそれで、完了、はい、ね、準備しましょう、はい、ピリピリ伸ばしにくいってのあったんですけど、うん、もうそれでもまだなおすごい、うん、そうだね、伸ばせるので、うん、全然いいですね、うん、あとは固まってみてどういう感じになるか、そうだね、それ単品だけのやつだもんね、はい、うん、ハサミで切っても切れるかもしんないね、うん、うん、それと曲げて、うん、どのくらいの、かなり薄いもんな、それな、かなり薄いです、うん、少し伸ばした、まあ黒 の、 色が入ってるから、うん、そう見えるだけで隠蔽力強いから透けて見えねえってだけでね、うん、それとやっぱ3本ロール掛けしてあるからダマになんないんだよねこれね、うん、 OK、 はい、はい、OK、 はい、いいよ、はい、サンプル作りね、サンプル制作、うん、これが前日に全部作ったものですね、うん、ああ、常温効果で固めて、まあ、約はいはいはい、あ、紙コップのその残りね、これが残りです、うん、残りね、うん、あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、こっちちょっと待って、入れ忘れちゃった、あ、はい、うん、オッケー、はい、はい、もう常温で固めただけでこんなに勝つ、あ、はいはい、それあれだもんね、練ってる30分ぐらい経ったらもう固まりかけ
初めてたんだもんね。もう30分経ったら、当日ぐらいでね、もうそこの辺が、うん、まあこんなにでもないけど硬かった感じですか。うん、50対50、うん、はい、でちょっとタックがあってベタつきがあったって感じね、うん、そうそうそう、うん、30分経った時は、うん、でトータルは何グラムぐらいあれ考えたんだっけ。あ、これか、そう、うん、取材と硬化剤全部合わせたら、まあ、97.5、うん、あ、100グラムね、全部でね、大体、はい、大体ね、そう、あ、このぐらいね。じゃあ結構あれだな、あの全部寝ると、うん、あ、忙しいね、かなり、あの結構忙しいね、うん、やっぱり15分ぐらいが目安だね、うんうん、まあ大体作業時間が昨日やった時は10分ぐらいで終わったけれども、うん、やっぱそれよりもう5分ぐらい経っちゃうと、うん、もうほとんど、そうだ、ね、固まった状態になっちゃう、ゲル化するって感じだね、うんうん、すごくやりにくくなっちゃうかもしれない、うん、そうだね、まあだから10分ぐらいで、うんうんうん、作業で作業時間目安にやった方がいいかもしれない、うん、これから、そうだね、なおかつこれからやっぱ常温が暖かくなってくる、うん、暖かくなってくる時期になるからなおさら、そうだね、うん、早めにやった方が、うん、了解。じゃあこれはとりあえず固まったやつですよと、はい、はい、で単品からどれから説明する？どれからにしますか。とりあえず発泡やった順番か、順番だとすると発泡スチロール兼ねないと、うん、発泡スチロールにその半分あのどんぐりを混ぜたやつを、ええ、50% タイプを塗っただけ、塗っこれ塗っただけですね、うん、表面に何も不織布とかグラスクロスはない、うん、ああ、 FRP のバインダーは何もなしね、なしですね、うん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 、でこっちがカーネライトね、これがカネライトですね、うんうん、で FRP はなしで塗っただけ、もうカネライトのみで、うん、であれフィルムは剥がししたん、それはこれ全部剥がししてある、ね、あ、剥がししたんね、もう剥がししてある状態です、うん、剥がしたんね、そう、はしなくればよかった、うん、剥がしたんね、はい、うん、あ、結構硬いぐらいだ、うん、あ、結構硬いぐらいだね、あ、やっぱ ね、うん、結構やっぱどんぐり50半分も入れてるからそこのところどうなのかなって思ったんだけれども、うん、まあ問題なく良い硬さで、うん、そうだね、まあレスト屋さんも一生懸命指でいじって、うん、硬さは結構硬いねって言ってたんだもんね、うん、そうすると黒ゲルが入ってるからどんぐりよりは多少硬めになるわけだけど、うん、このぐらいの硬度だと硬さだとまあ使う時含めて柔らかいって感触はないね。うん。うん。うん。十分だね。うん。それと、カネライトと不織布、うん。あ、カネライトと、不織布。お、不織布ね。これがニプライですね。あ、カネライトと不織布ね。はい、これがニプライね。はい。はい。ニプライね。はい。カネライトと不織布。はいはい、発泡スチロールはそれはないよと、はい、うん、でこれはガラスクロス、あ、ガラスクロスね、はい、あ、これガラスクロスじゃないよ、え、これガラスクロス、あ、ガラスクロスでも薄いやつだ、うん、すごい、そういう目が細かいタイプの、あ、そういうことね、ガラスクロス、あ、そう、あ、パソコン用のだよこれ、うん、あ、どちらかというとすんごい薄いやつだよこれ、特殊だよ、うん、あ、200番手のガラスクロスとは違うよ、あ、だからちょっと粗いやつか、うん、あれでしょ、特殊品であったやつでしょ、特殊品何種類かったやつです、ね、うん、何十ミクロンってやつだよ、うん、うんうん、これすごい薄いやつだよ、うんうんうん、うん、はい、 OK、 それとこれは単品ね、それが不織布の単品ね、うん、で不織布の単品でこれはポリエチのローデンのあれフィルムに挟んでるやつね、挟んでるやつです、ね、あ、これはフィルム剥がしたけど、こっちは剥がししてないって言ったね、こっちは剥がししてないって、うん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 、でローデンのフィルムで、あ、いいね感じは、うん、うん、
で折れないもんな、パリッとな。うん、いい感じだな。で、うん、これは？あ、すいません、逆でした。これがガラスクロスで、こっちが不織布だ、うん。あ、これガラスクロスね。で、これが不織布。うん。ガラスクロスがこれ、クロス。クロスが、あ、分かんなくなってんだね、クロスがね。ほとんど。うん。クロスだけが出てないからね。うん、うん。うん。うん、で、こっちは不織布。うん、不織布ですね。うん。うん、不織布ね。うん、ちょっと固まりかけたの、そうでもねんか、この ギザギザは。うん、不織布ね。はいはいはい。不織布も見えないんだ。もう見えにくいですね。やっぱガラスクロスはしっかりしてるんだ。そういう意味で言うと。うんうん、これだもんね、ガラスクロスはね。そうですね。うんうん、で、これが先端が1プラになって、うん、根元に行くと2プラになる。ああ、そういうことね。おう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 。だからここら辺が、うん、あ、この辺かな、うん、この辺が2プライか。うん。うん、で、1プライ。あ、なるほど。2プライと1プライね。1枚と2枚ね。1枚で、うん、まあ、2つ分。うん。うん。わかった。で、単品だけので余分に余ったのがあったじゃん。フィルムの。単品だけのでか。うん、これがそれだけを固めた。ああ、なるほど。これが単品で余ったやつの固めただけね。ポリエチの袋に垂らして、ね、うん、固めただけのもの。うん、お、やっぱ感触いいね、カノン。じゃあこれ単品のも、はい、余分に補修するって言った人に送ってやろう。うん、これ、はい、うんうんうん、割って、うん、そうすれば、あ、そうすればこれ紙コップからこそぎ取った出しただけのやつだもんね。うん、やっぱ 50% にすると強い。あ、ほら、本当だ、すごい、すごい強い。パリって言わないですね、なんか、うん、パリって言わない。ほら、こんだけ厚くても、あら、それだけで結構曲がるんだ。すごい、うん、ね。ほら、もうそんなにいったらもうパキっていっちゃいそうだ。うん、いっちゃう、これだって、うん、完全にいっちゃう。あら、強い、見て、ああ、あら、パキってまずいがないですね。いがないね、音がね、あら、強い。これいいね、これ。ああ、それいいですね。うん、これでようやく、うん、これ熱いもんね、このとこ、うん、あ、これはいいわね。これぐらいならいいですね。うん、これいいわ、貸して、うん、はい、うん、黒ゲルだったら、これだけだったらパリッといくもんね。もう全然。あら、これいいわ、うん、ね、50% と黒ゲルだったら単品でもパキッていっちゃってる。そうだね、これ送ってやれば感触わかるよ、うん、50% で、こんぐらい、 50% でこれぐらいだったら、下手すると25%より 50% で、うんうん、やるかもしんないね。思い切ってそれぐらいいった方がいいかもしれないですね。うん、うん、あ、これはいいわ。うん、50% だよね、うん、はい、 OK。 どう？いいですね。いいだろう、うん、あ、全然いかない。あ、いかない。うん、あ、いいわ。うん、いかない、いかない、やっぱり結構厚みのあるところは結構余裕で曲がっ、もうもはや、うん、折れるっていうより曲がる。うん、うん、でも硬くてそんだけ、うん、曲がるから柔軟性があってね。うん、いいよいいよ。うん、はいはい、OK。 うん、うん、気に入っちゃうね。うん、20とはやっぱ断然違いますね。あ、違う、うん、20% とは繁殖が全然違いますね。うんうんうん、でも腰があんだけ強くて、こんだけ柔軟性があって対衝撃に強そうな感じで、うん、だったらいいと思うね。うん、OK。じゃあそれで、完了、はい、ね、準備しましょう。はい、そうすればこれ紙コップからこそぎ取った出しただけのやつだもんね。やっぱ 50% にすると強い。あ、ほら、本当だ、すごい、すごい強い。パリッといかないですね、なんか、うん、パリッといかない。ほら、
こんだけ厚くても、あら、それだけで結構曲がるんだよ、すごい、うん、ね、ほら、もうそんなにいったらもうパキっていっちゃいそうだ、いっちゃうよこれだって、うん、完全にいっちゃうよ、あら強い、見て、あら、パキってまずいがないですね、いがないね、音がね、あら強い、これいいね、これ、ああ、それいいですね、うん、これ50%、うん、これ熱いもんね、このとこは、うん、あ、これはいいわね、これぐらいならいいですね、うん、これいいわ、貸して、うん、はい、うん、黒ゲルだったらこれだけだったらパリッといくもんね、もう全然、あら、これいいわ、うん、ね、50%と黒ゲルだったら単品でもパキッていっちゃってる、そうだね、これあの送ってやれば感触わかるよ、うん、50% で、ね、50% でこれぐらいだったら、下手すると25%より50%で、うん、あのやるかもしんないね、止め切ってそれぐらいいった方がいいかもしれないですね、うん、うん、あ、これはいいわ、うん、50% だよね、うん、はい、OK、どう、いいですね、いいだろう、うん、あ、全然いかない、あ、いかない、うん、あ、いいわ、うん、いかない、いかない、やっぱり結構厚みのあるところは結構余裕で曲がっ、もうもはや折れるっていうより曲がる、うん、うん、でも硬くてそんだけ、うん、あの曲がるから柔軟性があってね、うん、いいよいいよ、うん、はい、はい、オッケー、うん、うん、気に入っちゃうね、うん、しかしこれは、うん、これはいいね、ね、うん、うん、これもいいね、これなんかでもあれだね、やっぱりいちご08どんぐり、うん、とのハイブリッド、いろんなやつで、なんていうの、モデルチェンジっつうかマイナーチェンジ、カスタム作りになるね、68と入れてやったっていいんだもんな、68とどんぐりと、あ、そっか、68とどんぐりは入れてやったっていいじゃねえや、もう入れてるんだ、もう入れてるよ、あ、FRP のあの修理用のだよね、うん、あれね、うん、結局68とどんぐりのあれ半々になったんだもんね、うん、FRP のあのあいつはエアリアルのやつはね、やったやった、うん、エアリアルの FRP 用のはもともとそうなんだもんね、もうね、あれうんと痛い経験があったから、うん、ああやったんだもんね、やったやった、うん、あまりに数つぎてドリが何本もいった、ね、うん、そうそうそう、あれはうん、そうそうそう、なってるんだよ、うん、いいわ、これ使いであるわ、やっぱりいちごマラジといろんなパターンで、うん、うん、そうすればこれあの紙コップからあのこそぎ取った出しただけのやつだもんね、あ、やっぱ 50% にすると強い、あ、ほら、本当だ、すごいすごい強い、パリッといかないですね、なんか、うん、パリッといかない、ほら、こんだけ厚くても、あら、それだけで結構曲がるんだ、すごい、うん、ね、ほら、もうそんなにいったらもうパキッていっちゃいそうだ、ね、うん、いっちゃうこれだって、うん、完全にいっちゃうよ、あら、強い、見て、ああ、ら、パキッてまずいがないですね、いがないね、音がね、あら、強い、これいいね、これ、ああ、それいいですね、うん、これ50%、うん、これ熱いもんね、このとこは、うん、あ、これはいいわ、ね、これぐらいならいいですね、うん、これいいわ、貸して、うん、はい、うん、黒ゲルだったらこれだけだったらパリッといくもんね、もう全然、あら、これいいわ、うん、ね、50%と黒ゲルだったら単品でもパキッていっちゃってる、そうだね、これあの送ってやれば感触わかるよ、うん、50% で、ね、50% でこれぐらいだったら、うん、下手すると 25% より 50% で、うん、うん、あのやるかもしんないね、止め切ってそれぐらいいった方がいいかもしれないですね、うん、うん、あ、これはいいわ、うん、50% だよね、うん、はい、OK、うん、どう、いいですね、いいだろう、うん、あ、全然いかない、あ、いかない、うん、あ、いいわ、うん、いかない、いかない、やっぱり結構厚みのあるところは結構余裕で曲がっ、うん、もうもはや折れるっていうより曲がる、うん、うん、でも硬くてそんだけ、うん、あの曲がるから柔軟性があってね、うん、いいよいいよ、うん、はい、はい、OK、 うん、うん、
気に入っちゃうね。単品だけので余分に余ったのがあったじゃん。フィルムの単品だけのでか、うん、はい、これがそれだけを固めた。ああなるほど。これが単品で余ったやつの固めただけね。ポリエチの袋に垂らして固めただけのもの、うんうん、やっぱ感触いいね、カノン、うんうん、じゃあこれ単品のも、はい、余分に、補修するって言った人に送ってやろう、うん、これ、はい、うんうんうん、割って、うん、そうすれば、あ、そうすればこれ紙コップからこそぎ取った出しただけのやつだもんね、うん、やっぱ50パーにすると強い。あ、ほら、本当だ、すごいすごい強い。パリって言わないですね、なかなか、うん、パリって言わない、ね、ほら、こんだけ厚くても、あら、それだけで結構曲がるんだ、すごい、うん、ね、ほら、もうそんなにいったらもうパキっていっちゃいそうだね。うん、いっちゃう、これだって、うん、完全にいっちゃう。あら、強い、見て、ああ、あら、パキってまずいがないですね。いがないね、音がね、あら、強い、これいいね、これ。ああ、それいいですね、うん、これでようやく、うん、これ熱いもんね、このとこ、うん、あ、これはいいわね、これぐらいならいいですね。うん、これいいわ、貸して、うん、はい、うん、黒ゲルだったらこれだけだったらパリッといくもんね。もう全然、あら、これいいわ、うん、ね、50% と黒ゲルだったら単品でもパキッていっちゃってる。そうね、これ送ってやれば感触わかるよ、うん、50% でこんぐらい、 50% でこれぐらいだったら、下手すると 25% より 50% で、うん、やるかもしんないね。思い切ってそれぐらいいった方がいいかもしれないですね。うん、うん、あ、これはいいわ。うん、50% だよね、うん、はい、 OK。 どう？いいですね。いいだろう。うん、あ、全然いかない。あ、いかない。うん、あ、いいわ。うん、いかない、いかない、うん、やっぱり結構厚みのあるところは結構余裕で曲がっ、うん、もうもはや折れるっていうより曲がる、うん、うん、でも硬くてそんだけ、うん、曲がるから柔軟性があってね。うん、いいよいいよ、うん、はいはい、OK、 うん、うん、気に入っちゃうね、うん、20とはやっぱ断然違いますね。あ、違う、うん、20% とは繁殖が全然違いますね、うんうんうん、でも腰があんだけ強くてこんだけ柔軟性があって対衝撃に強そうな感じで、うん、だったらいいと思うね、うん、OK、 はい、じゃあそれで、完了、はい、ね、準備しましょう。はい、結構伸ばしにくいってのあったんですけど、うん、もうそれでもまだなおすごい、うん、そうだね、伸ばせるので、全然いいですね。うん。あとは固まってみて、どういう感じになるか。そうだね。それ単品だけのやつだもんね。はい。うん。ハサミで切っても、切れるかもしんないね。うん。うん。それと曲げて、うん。どのくらいの、かなり薄いもんな、それな。かなり薄いです、ね。うん。少し伸ばした。まあ、黒の、色が入ってるから、うん、そう見えるだけで、隠蔽力強いから、透けて見えねえってだけでね、うん、それとやっぱ3本ロール掛けしてあるからダマになんないんだよねこれね、うん、OK、はい、はい、OK、 いいよ、はい、サンプル作りね、サンプル制作、うん、これが前日に全部作ったものですね、うん、ああ常温効果で固めて、まあ、約1日、はいはいはい、あ、紙コップのその残りね、これが残りです、残りね、うん、あ、ちょっと待って、あ、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、入れ忘れちゃった、あ、はい、うん、はい、こうか、はい、もう常温で固めただけでこんなに固まる、あ、はいはい、それあれだもんね、練ってる30分ぐらい経ったらもう固まりかけ
初めてたんだもんね。もう30分経ったら、ぐらいでね、もうそこの辺が、うん、まあこんなにでもないけど硬かった感じです。うん、50対50、うん、はい。でちょっとタックがあってベタつきがあったって感じね。うん、そうそうそう。30分経った時は、うん、でトータルは何グラムぐらいあれ考えたんだっけ？あこれか。そう。うん、取材と硬化剤全部合わせたら、まあ、97.5 グラム、うん、あ 100 グラムね、全部でね、はい、大体ね、そう、あこのぐらいね。じゃあ結構あれだな、あの全部寝ると、うん、あ忙しいね、かなり結構忙しいです、ね、うん、やっぱり15分ぐらいが目安だね、うんうん、まあ大体作業時間が昨日やった時は10分ぐらいで終わったけれども、うん、やっぱそれよりもう5分ぐらい経っちゃうと、うん、もうほとんど、そうだね、固まった状態になっちゃう、ゲル化するって感じだね、うんうん、すごくやりにくくなっちゃうかもしれない、うん、そうだね、まあだから10分ぐらいで、うんうん、作業で作業時間目安にやった方がいいかもしれない、うん、これから、ね、なおかつこれからやっぱ常温があったかくなってくる、うん、高くなってくる時期になるからなおさら、そうだね、うんうん、早めにやった方が、うん、了解。じゃあこれはとりあえず固まったやつですよと、はい、はい、で単品からどれから説明する？どれからにしますか。とりあえず発泡やった順番か。順番だとすると発泡スチロール兼ねないと、うん、発泡スチロールにその半分あのどんぐりを混ぜたやつを、50% タイプを塗っただけ。塗っこれ塗っただけですね、うん、表面に何も不織布とかグラスクロスはない状態。ああ、FRP のバインダーは何もなしね。なしですね。うん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 。で、こっちがカネライトね。これがカネライトですね。うんうん、で、FRP はなしで塗っただけ。もうカネライトのみで、うん。で、あれ、フィルムは剥がししたん、それは。これ全部剥がししてある、ね。あ、剥がししたんね。剥がししてある状態です。うん、剥がしたんね。そう。はしなければよかった。うん、剥がしたんだ、はい、うん、あ、結構硬いぐらいだ、うん、あ、結構硬いぐらいだね、あ、やっぱ ね、うん、結構やっぱどんぐり50半分も入れてるからそこのところどうなのかなって思ったんだけれども、うん、まあ問題なく良い硬さで、うん、そうだね。まあレスト屋さんも一生懸命指でいじって、うん、硬さは結構硬いねって言ってたんだもんね。そうすると黒ゲルが入ってるからどんぐりよりは多少固めになるわけだけど、うん、このぐらいの硬度だと硬さだとまあ使う時含めて柔らかいって感触はないね、うんうんうん、十分だね、うん、それと、それとカネライトと不織布、あカネライトと不織布、お不織布ね、これがニップライですね。あ、カネライトと不織布ね、はい、これがニップライね、はいはい、ニップライね、はい、カネライトと不織布、はいはい、発泡スチロールはそれはないよと、はい、うん、で、これはガラスクロス、あガラスクロスね、はい、あこれガラスクロスじゃないよ、えこれガラスクロス、あガラスクロスでも薄いやつだ、うん、すごい、そういう目が細かいタイプの、あそういうことね、ガラスクロス、あそう、あパソコン用のだよこれ、うん、あどちらかというとすんごい薄いやつだよこれ、特殊だよ、うん、うん、200番手のガラスクロスとは違うよ、あだからちょっと粗いやつ、うん、うん、あれでしょ、特殊品であったやつでしょ、特殊品であったやつ、何種類か、うん、何十ミクロンってやつだよ、うん、うん、これすごい薄いやつだよ、うん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 、はい、OK、 それとこれは単品ね、それは不織布の単品ね、うん、で不織布の単品でこれはポリエチのローデンのあれフィルムに挟んでるやつね、挟んでるやつです、ね、ああこれはフィルム剥がしたけど、こっちは剥がししてないって言ったね、こっちは剥がししてないで、うん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 、でローデンのフィルムで、あいいね感じは、うん、うん、
で折れないもんな、パリッとな。うん、いい感じだね。で、うん、これは？あ、すいません、逆でした。これがガラスクロスで、うん、こっちが不織布だ、うん。あ、これガラスクロスね。で、これが不織布。うん。ガラスクロスがこれ、クロス。クロスが、あ、わかんなくなってんだね、クロスがね。ほとんど。うん。クロスだけが出てないからね。うん、うん。うん。うん、で、こっちは不織布。うん、不織布ですね。うん。うん、不織布ね。うん。ちょっと固まりかけたの、そうでもねんか、このギザギザは。うん、不織布ね。はいはいはい。不織布も見えないんだ。もう見えにくいですね。このところは。やっぱガラスクロスはしっかりしてるんだ。そういう意味で言うと。うんうん、これだもんね、ガラスクロスはね。そうですね。うんうん、で、これが先端が1プラになって、うん、根元に行くと2プラになる。ああ、そういうことね。おう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 。だからここら辺が、うん、あ、この辺かな、うん、この辺が2プライか。うん。うん、で、1プライ。あ、なるほど。2プライと1プライね。1枚と2枚ね。1枚で、うんまあ、2つ分。うん。うん。わかった。で、単品だけので余分に余ったのがあったじゃん。フィルムの。単品だけのでか。うん。これがそれだけを固めた。ああ、なるほど。これが単品で余ったやつの固めただけね。ポリエチの袋に垂らして固めただけのもの。うん。お、やっぱ感触いいね、カノン。うん。じゃあ、これ単品のも、はい、余分に、補修するって言った人に送ってやろう。うんこれ、はい、うんうんうん。割って、うん。そうすれば、あ、そうすればこれ、紙コップから、こそぎ取った、出しただけのやつだもんね。うん、やっぱ50パーにすると強い。あ、ほら。本当だ、すごい。すごい強い。パリって言わないですね、なんか。うん、パリって言わない。ほら、こんだけ厚くても。あら。それだけで結構曲がるんだ。すごい、うん。ね。ほらもうそんなにいったらもうパキッていっちゃいそうだね。うん、いっちゃうこれだって、うん、完全にいっちゃう。あら強い見て。ああらパキッてまずいがないですね。いがないね音がね、あら強い。これいいねこれ。ああそれいいですね。うん、あこれそれでようやく、うん、これ熱いもんね、うん、このとこ。あこれはいいわね。これぐらいならいいですね。うんこれいいわ貸して、うん、はい、うん黒ゲルだったらこれだけだったらパリッといくもんね。もう全然。あら、これいいわ。うん、ね、50% と。黒ゲルだったら単品でもパキッていっちゃってる。そうね。これ、送ってやれば、感触わかるよ。うん、50% で、こんぐらい。50% でこれぐらいだったら、下手すると25%より50%で、うんうんうん、やるかもしんないね。思い切ってそれぐらいいった方がいいかもしれないですね。うん。うん、あ、これはいいわ。うん、50% だよね、うん、はい、OK。 どう？いいですね。いいだろう。うん、全然いかない。あ、いかない。うん、あ、いいわ。うん、いかない、いかない。やっぱり結構厚みのあるところは結構余裕で曲がっ、もうもはや折れるっていうより曲がる。うん、うん、でも硬くてそんだけ、うん、曲がるから柔軟性があってね。うん、いいよいいよ。うん、はいはい、オッケー。うん、うん、気に入っちゃうね。うん、20とはやっぱ断然違いますね。あ、違う、うん、20% とは繁殖が全然違いますね。うんうんうん。でも腰があんだけ強くて、こんだけ柔軟性があって対衝撃に強そうな感じで、うん、だったらいいと思うね。うん、オッケー。じゃあそれで、完了、はい、ね、準備しましょう。はい、そうすればこれ紙コップからこそぎ取った出しただけのやつだもんね。やっぱ 50% にすると強い。あ、ほら、本当だ、すごいすごい強い。パリッといかないですね、なんか、うん、パリッといかない、ほら、
こんだけ厚くても、あら、それだけで結構曲がるんだよ、すごい、うん、ね、ほら、もうそんなにいったらもうパキっていっちゃいそうだ、ね、うん、いっちゃうこれだって、うん、完全にいっちゃう、あら強い、見て、ああ、あら、パキってまずいがないですね、いがないね、音がね、あら強い、これいいね、これ、ああ、それいいですね、うん、これ50%、うん、これ熱いもんね、このとこは、うん、あ、これはいいわね、これぐらいならいいですね、うん、これいいわ、貸して、うん、はい、うん、黒ゲルだったらこれだけだったらパリッといくもんね、もう全然、あら、これいいわ、うん、ね、 50% だと黒ゲルだったら単品でもパキッていっちゃってる、そうだね、これあの送ってやれば感触わかるよ、うん、50% で、ね、50% でこれぐらいだったら、下手すると25%より50%で、うんうんうん、あのやるかもしんないね、止め切ってそれぐらいいった方がいいかもしれないですね、うん、あ、これはいいわ、うん、50% だよね、うん、はい、 OK、 どう、いいですね、いいだろう、うん、あ、全然いかない、あ、いかない、うん、あ、いいわ、うん、いかないいかない、やっぱり結構厚みのあるところは結構余裕で曲がっ、もうもはや折れるっていうより曲がる、うん、うん、でも硬くてそんだけ、うん、あの曲がるから、柔軟性があってね、うん、いいよいいよ、うん、はいはい、 OK、 うん、うん、気に入っちゃうね、うん、しかしこれは、うん、これはいいね、ね、うん、うん、これもいいね、これなんかでもあれだね、やっぱりいちご108どんぐり、うん、とのハイブリッド、いろんなやつで、なんていうの、モデルチェンジっつかマイナーチェンジ、カスタム作りになるね、68と入れてやったっていいんだもんな、68とどんぐりと、そっか、昔とどんぐりは入れてやったっていいじゃねえや。もう入れてるんだ。もう入れてるよ。ああ、FRP のあの修理用のだよね。うん、あれね。うん。結局、68と、どんぐりの、あれ半々になったんだもんね。うん、FRP のあの、あいつは、エアリアルの、やつはね。やったやった。うん。エアリアルの FRP 用のは、もともとそうなんだもんね、もうね。あれ、うんと痛い経験があったから、うん、ああ、やったんだもんね。やったやった。うん。アメリカを過ぎてドリが何本もいってたんです、ね、うん、そうそうそう、あれは、うん、そうそうそう、なってるんだよ、うん、いいわ、これ使いであるわ、やっぱりいちごマラージといろんなパターンで、うん、うん、そうすればこれあの紙コップからあのこそぎ取った出しただけのやつだもんね、やっぱ 50% にすると強い、あ、ほら、本当だ、すごいすごい強い、パリッといかないですね、なんか、うん、パリッといかない、ね、ほら、こんだけ厚くても、あら、それだけで結構曲がるんだよ、すごい、うん、ね、ほら、もうそんなにいったらもうパキッていっちゃいそうだ、ね、うん、いっちゃうこれだって、うん、完全にいっちゃう、あら、強い、見て、ああ、あら、パキッってまずいかないですね、いかないね、音がね、あら、強い、これいいね、これ。ああ、それいいですね。うん、これ50%。うん、これ熱いもんね、このとこは、うん。あ、これはいいわ。ね。これぐらいならいいですね。うん、これいいわ。貸して。うん、はい、うん、黒ゲルだったらこれだけだったらパリッといくもんね。もう全然。あら、これいいわ。うん、ね。50% だと。黒ゲルだったら単品でもパキッていっちゃってる。そうだね。これ、あの、送ってやれば、感触わかるよ。うん、50% で、ね、50% でこれぐらいだったら、下手すると25%より50%で、うん、あのやるかもしんないね、止め切ってそれぐらいいった方がいいかもしれないですね、うん、うん、あ、これはいいわ、うん、50% だよね、うん、はい、 OK、 どう、いいですね、いいだろう、うん、あ、全然いかない、あ、いかない、うん、あ、いいわ、うん、いかないいかない、やっぱり結構厚みのあるところは結構余裕で曲がっ、もうもはや折れるっていうより曲がる、うん、うん、でも硬くてそんだけ、うん、あの曲がるから、柔軟性があってね、うん、いいよいいよ、うん、はい、はい、OK、 うん、うん、気
気に入っちゃうね。単品だけので余分に余ったんがあったじゃん。フィルムの。単品だけのでか。うん。はい。これがそれだけを固めた。ああ、なるほど。これが単品で余ったやつの固めただけね。ポリエチの袋に垂らして、ね、固めただけのもの。うん。やっぱ感触いいね、カノン、うん。じゃあ、これ単品のも、はい、余分に、補修するって言った人に送ってやろう。うん、これ、はい。割って。うん。そうすれば、あ、そうすればこれ、紙コップから、こそぎ取った、出しただけのやつだもんね、うん、やっぱ 50% にすると強い。あ、ほら、本当だ、すごいすごい強い。パリッて言わないですね、なかなか、うん、パリッて言わない、ね、ほら、こんだけ厚くても、あら、それだけで結構曲がるんだ、すごい、うん、ね、ほら、もうそんなにいったらもうパキッていっちゃいそうだ、ね、うん、いっちゃうこれだって、うん、完全にいっちゃう、あら、強い、見て、ああ、あら、パキッてまずいがないですね、いがないね、音がね、あら、強い、これいいね、これ。ああ、それいいですね。うん、これでようやく。うん、これ熱いもんね、このとこ、うん。あ、これはいいわ。ね。これぐらいならいいですね。うん、これいいわ。貸して。うん、はい、うん。黒ゲルだったらこれだけだったらパリッといくもんね。もう全然。あら、これいいわ。うん、ね。50% と。黒ゲルだったら単品でもパキッていっちゃってる。そうね。これ、送ってやれば、感触わかるよ。うん、50% で、こんぐらい。50% で、これぐらいだったら、下手すると、25% より、50% で、やるかもしんないね。思い切ってそれぐらいいった方がいいかもしれないですね。うん。うん、あ、これはいいわ。うん。50% でね。うん、はい。OK。どう？いいですね。いいだろう。うん。あ、全然いかない。あ、いかない。うん、あ、いいわ、うん、いかないいかない、やっぱり結構厚みのあるところは結構余裕で曲がっ、もうもはや、うん、折れるっていうより曲がる、うん、うん、でも硬くてそんだけ、うん、曲がるから柔軟性があってね、うん、いいよいいよ、うん、はい、はい、OK、うん、うん、気に入っちゃうね、うん、20とはやっぱ断然違いますね、あ、違う、うん、20% とは感触が全然違いますね、うんうんうん、でも腰があんだけ強くて、こんだけ柔軟性があって対衝撃に強そうな感じで、うん、だったらいいと思うね、うん、OK、はい、じゃあそれで、完了、はい、ね、準備しましょう、はい、伸ばしにくいってのあったんですけど、うん、もうそれでもまだなおすごい、うん、そうだね、伸ばせるんで、うん、全然いいですね、うん、あとは固まってみてどういう感じになった、そうだね、それ単品だけのやつだもんね、はい、うん、ハサミで切っても切れるかもしんないね、うん、うん、それと曲げて、うん、どのくらいの、かなり薄いもんな、それな、かなり薄いです、うん、少し伸ばした、まあ、黒の、色が入ってるから、うん、そう見えるだけで隠蔽力強いから、透けて見えねえってだけでね、うん、それとやっぱ3本ロール掛けしてあるからダマになんないんだよねこれね、うん、OK、はい、はい、OK、 あ、いいよ、サンプル作りね、サンプル制作、うん、これが前日に全部作ったものですね、うん、ああ、常温効果で固めて、まあ、約1日、あ、はいはい、あ、紙コップのその残りね、これが残りです、うん、残りね、うん、あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、うん、まあ、入れ忘れちゃった、あ、はい、はい、はい、もう常温で固めただけでこんなに固まる、ああ、はいはい、それあれだもんね、練ってる30分ぐらい経ったらもう固まりかけ
初めてたんだもんね。もう30分経ったらで、ね、もうそこの辺が、うん、まあこんなにでもないけど硬かった感じです、うんうん、50対50、うん、はい、でちょっとタックがあってベタつきがあったって感じね、うん、そうそうそう、うん、30分経った時は、うん、でトータルは何グラムぐらいあれ考えたんだっけ。あ、これだけか。そう、うん、取材と硬化剤全部合わせたら、まあ、97.5、うん、あ、100グラムね、全部でね、はい、大体ね。そう、あ、このぐらいね。じゃあ結構あれだな、あの全部寝ると、うん、あ、忙しいね、かなり結構忙しいね、うん、やっぱり15分ぐらいが目安だね、うんうん、まあ大体作業時間が昨日やった時は10分ぐらいで終わったけれども、うん、やっぱそれよりもう5分ぐらい経っちゃうと、うん、もうほとんど、そうだね、固まった状態になっちゃう、うん、ゲル化するって感じだね、うんうん、すごくやりにくくなっちゃうかもしれない、うん、そうだね、まあだから10分ぐらいで、うんうん、作業で作業時間を目安にやった方がいいかもしれない、うん、これから、そうだね、なおかつこれからやっぱ常温があったかくなってくる、うん、高くなってくる時期になるからなおさら、そうだね、うんうん、早めにやった方が、うん、了解。じゃあこれはとりあえず固まったやつですよと、はい、はい、で単品からどれから説明する？どれからにしますか。とりあえず発泡やった順番か。順番だとすると発泡スチロールカネライト、うん、発泡スチロールにその半分あのどんぐりを混ぜたやつを、50% タイプを塗っただけ。塗っこれ塗っただけですね、うん、表面に何も不織布とかガラスクロスはない。うん、ああ、FRP のバインダーは何もなしね。なしですね。うん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 。で、こっちがカネライトね。これがカネライトですね。うんうん、で、FRP はなしで塗っただけ。もうカネライトのみで、うん。で、あれ、フィルムは剥がししたん、それは。これ全部剥がししてある、ね。あ、剥がししたんね。剥がししてある状態です。うん、剥がしたんね。そう。はしなければよかった。うん、剥がしたんで、はい、うん、あ、結構硬いぐらいだな、うん、あ、結構硬いぐらいだね。あ、やっぱ ね、うん、結構やっぱどんぐり半分も入れてるからそこのところどうなのかなって思ったんだけれども、うん、まあ問題なく良い硬さで、うん、そうだね。まあレスト屋さんも一生懸命指でいじって、うん、あの硬さは結構硬いねって言ってたんだもんね。そうすると黒ゲルが入ってるからどんぐりよりは多少固めになるわけだけど、うん、このぐらいの硬度だと硬さだとまあ使う時含めて柔らかいって感触はないね。うんうん、十分だね、うん、それとカネライトと不織布、うん、あ、カネライトと不織布、お、不織布ね。これが2プライですね。あ、カネライトと不織布ね、はい、これが2プライね、はいはい、2プライね、はい、カネライトと不織布、はいはい、発泡スチロールはそれはないよと、はい、うん、で、これはガラスクロス。あ、ガラスクロスね、はい、あ、これガラスクロスじゃないよ。え、これガラスクロス。あ、ガラスクロスでも薄いやつだ、うん、すごい。そういう、あの、目が細かいタイプの。あ、そういうことね。ガラスクロス。あ、そう、あ、パソコン用のだよ、これ。うん。あ、どちらかというと、すんごい薄いやつだよ。これ。特殊だよ。うん。うん。あの、200番手のガラスクロスとは違うよ。ああ。だから。ちょっと粗いやつか。うん。あれでしょ？あの、特殊品であったやつでしょ？特殊品であったやつ。うんね、何十ミクロンってやつだよ。うん。うん。これすごい薄いやつだよ。うん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 、はい。OK。それと、これは単品ね。それは不織布の単品ね。うん。で、不織布の単品で、これは、ポリエチの、ローデンのあれフィルムに挟んでるやつね。挟んでるやつです、ね、ああ、これはフィルム剥がしたけど、こっちは剥がししてないって言ったね。こっちは剥がししてないで、うん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 、でローデンのフィルムで、あ、いいね感じは、うんうん、
って折れないもんな、パリッとな。うん、いい感じだな。で、うん、これは？あ、すいません、逆でした。これがガラスクロスで、うん、こっちが不織布だ、うん。あ、これガラスクロスね。で、これが不織布。うん。ガラスクロスがこれ、クロス。クロスが、あ、わかんなくなってんだね、クロスがね。ほとんど。うん。クロスだけが出てないからね。うん、うん。うん。うん、で、こっちは不織布。不織布ですね。うん。うん、不織布ね。うん。ちょっと固まりかけたの、そうでもないか、このギザギザは。うん、不織布ね、はいはいはい。不織布も見えないんだ。もう見えにくいですね。やっぱガラスクロスはしっかりしてるんだ。そういう意味で言うと、うんうん、これだもんね、ガラスクロスはね。そうですね。うんうん、で、これが先端が1プライになって、うん、根元に行くと2プライになる。ああ、そういうことね。おう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 。だからここら辺が、うん、あ、この辺かな、うん、この辺が2プライか。うん。うん、で、1プライ。あ、なるほど。2プライと1プライね。1枚と2枚ね。1枚で、うんまあ、2つ分。うん。うん。うん、分かった。で、単品だけので余分に余ったのがあったじゃん。フィルムの。単品だけのでか。うん、これがそれだけを固めた。ああ、なるほど。これが単品で余ったやつの固めただけね。ボレーチェの袋に垂らして、ね、固めただけのもの、うん、お、やっぱ感触いいね、カノン、うん、じゃあこれ単品のも、はい、余分に補修するって言った人に送ってやろう、うん、これ、はい、うんうんうん、割って、うん、そうすれば、あ、そうすればこれ紙コップからこそぎ取った出しただけのやつだもんね、うん、やっぱ50パーにすると強い、あ、ほら、本当だ、すごいすごい強い、パリッといかないですね、なかなか、うん、パリッといかない、ね、ほら、こんだけ厚くても、あら、それだけで結構曲がるんだ、すごい、うん、ね、ほら、もうそんなにいったらもうパキっていっちゃいそうだね。うん、いっちゃうこれだって、うん。完全にいっちゃう。あら、強い。見て。ああ。あら。パキってまずいがないですね。いがないね。音がね。あら、強い。これいいね。これ。ああ、それいいですね。うん、これでようやく。うん、これ熱いもんね、このとこ、うん。あ、これはいいわ。ね。これぐらいならいいですね。うん、これいいわ。貸して。うん、はい。うん、黒ゲルだったらこれだけだったらパリッといくもんね。もう全然。あら、これいいわ。うん、ね、50% と。黒ゲルだったら単品でもパキッていっちゃってる。そうね。これ送ってやれば感触わかるよ。うん、50% でこんぐらい。50% でこれぐらいだったら、下手すると 25% より50% で、うんうんうん、やるかもしれないね。思い切ってそれぐらいいった方がいいかもしれないですね。うん。うん、あ、これはいいわ。うん、50% だよね、うん、はい、OK、 どう、いいですね、いいだろう、うん、あ、全然いかない、あ、いかない、うん、あ、いいわ、うん、いかない、いかない、やっぱり結構厚みのあるところは結構余裕で曲がっ、もうもはや折れるっていうより曲がる、うん、うん、でも硬くてそんだけ、うん、曲がるから柔軟性があってね、うん、いいよいいよ、うん、はいはい、オッケー、うん、うん、気に入っちゃうね、うん、20とはやっぱ断然違いますね、あ、違う、うん、20% とは繁殖が全然違いますね、うんうんうん、でも腰があんだけ強くて、こんだけ柔軟性があって対衝撃に強そうな感じで、うん、だったらいいと思うね、うん、オッケー、じゃあそれで、完了、はい、ね、準備しましょう、はい、そうすればこれ紙コップからこそぎ取った出しただけのやつだもんね、あ、やっぱ 50% にすると強い、あ、ほら、本当だ、すごい、すごい強い、パリッといかないですね、なんか、うん、パリッといかない、ほら、
こんだけ厚くても、あら、それだけで結構曲がるんだ。すごい、うん。ね。あら、もうそんなにいったらもうパキっていっちゃいそうだ。うん、いっちゃうこれだって、うん。完全にいっちゃうよ。あら、強い。見て。ああ。あら。パキってまずいがないですね。いがないね。音がね。あら、強い。これいいね。これ。ああ、それいいですね。うん。これ50%。うん、これ熱いもんね、このとこは、うん。あ、これはいいわ。ね。これぐらいならいいですね。うん、これいいわ。貸して。うん。はい、黒ゲルだったらこれだけだったらパリッといくもんね。もう全然。あら、これいいわ。うん、ね。50% だと。黒ゲルだったら単品でもパキッていっちゃってる。そうだね。これ、送ってやれば、感触わかるよ。うん、50% で、こんぐらい。50% でこれぐらいだったら、下手すると25%より50%で、やるかもしんないね。米切ってそれぐらいいった方がいいかもしれないですね。うん。うん、あ、これはいいわ。うん。50% だよね。はい。OK。どう？いいですね。いいだろう。うん。あ、全然いかない。あ、いかない。うん。あ、いいわ。うん。いかない、いかない。やっぱり結構厚みのあるところは結構余裕で曲がっ、もうもはや、折れるっていうより曲がる。うん。うん、でも硬くて、そんだけ、うん、曲がるから。柔軟性があってね。うん、いいよ、いいよ。うん。はい。はい、オッケー。うん。気に入っちゃうね。うん。しかし、これは、うん、これはいいね。ね。うん。これもいいね。これなんかでもあれだね、やっぱり1508どんぐり、うん、とのハイブリッド、いろんなやつでなんていうの、モデルチェンジっつかマイナーチェンジ、カスタム作りになるね。68と入れてやったっていいんだもんな。68とどんぐりと、そっか、ロカチとどんぐりは入れてやったっていいじゃねえや。もう入れてるんだ。もう入れてるよ。ああ、FRP のあの修理用のだよね。うん、あれね。うん。結局、ロカチと、どんぐりの、あれ半々になったんだもんね。うん、FRP のあの、あいつは、エアリアルの、やつはね。やったやった。うん。エアリアルの FRP 用のは、もともとそうなんだもんね、もうね。あれ、うんと痛い経験があったから、うん、ああやったんだもんね。やったやった。うん。アメリカをつけてドリが何本もいってます、ね、うん、そうそうそう、あれは、うん、そうそうそう、なってるんだよ、うん、いいわ。これ使いであるわ、やっぱりいちごマラジといろんなパターンで、うん、うん、そうすればこれ紙コップからこそぎ取った出しただけのやつだもんね。やっぱ 50% にすると強い。あ、ほら、本当だ、すごい、すごい強い。パリッといかないですね、なんか。うん、パリッといかない、ね、ほら、こんだけ厚くても、あら、それだけで結構曲がるんだ。すごい、うん、ね、ほら、もうそんなにいったらもうパキッていっちゃいそうだ。うん、いっちゃうこれだって、うん、完全にいっちゃうよ。あら、強い。見て。ああ、あら、パキッてまずいかないですね。いかないね、音がね、あら、強い。これいいね、これ。ああ、それいいですね。うん、これ50%。うん、これ熱いもんね、このとこは、うん。あ、これはいいわ。ね。これぐらいならいいですね。うん、これいいわ。貸して。うん、はい、うん、黒ゲルだったらこれだけだったらパリッといくもんね。もう全然。あら、これいいわ。うん、ね。50% だと。黒ゲルだったら単品でもパキッていっちゃってる。そうだね。これ、送ってやれば、感触わかるよ。うん、50% で、こんぐらい。50% で、これぐらいだったら、下手すると、25% より、50% で、やるかもしんないね。米切ってそれぐらいいった方がいいかもしれないですね。うん。あ、これはいいわ。うん。50% だよね。はい。OK。どう？いいですね。いいだろう。うん。あ、全然いかない。あ、いかない。うん、あ、いいわ。うん、いかないいかない。やっぱり結構厚みのあるところは結構余裕で曲がっ、うん、もうもはや折れるっていうより曲がる、うん、うん、でも硬くてそんだけ、うん、曲がるから、柔軟性があってね。うん、いいよいいよ。うん、はいはい、 OK。 うん、うん、気に入っちゃうね。うん、